剣は西日本旅客鉄道が北陸新幹線の富山駅金沢駅間で運行している特別急行列車の愛称である。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅延伸開業により同線富山駅金沢駅間を結ぶシャトル列車として設定された。以前は京阪神方面からの特急サンダーバードの半数以上及び 中京方面からの特急、白鷺の多くが、金沢駅を越えて、富山駅まで運行されていたが、新幹線開業と並行在来線区間の第三セクター鉄道化により、金沢伊東を走行する特急列車は七尾線直通を除いて廃止されたため、これを置き換えたものとなっている。通常台や設定上も金沢駅で、特急、サンダーバード、白杉、おはようエクスプレス、 おやすみ、エクスプレス、ダイナスターと接続する形となっている。車両側面の行き先表示器での案内。列車名は北陸本線の沿線にある立山連峰の剣だけより取られた。北陸新幹線の列車名は公募によって決定され、剣は第4位であった。選定理由は、かつて、 北陸と関西を結んだ列車として馴染み深いため、とされる。富山駅、金沢駅間で18、往復運転されている。号数は700から735号が不番される。富山駅から新高岡駅、金沢駅全列車が、E7 系電車及び W7 系電車を使用される。E7 系、W7 系ともに十2両編成で、1から4号車が、普通車自由席。 5から7号車が普通車指定席、11号車がグリーン車となる。本列車では12号車、グランクラス及び8から10号車の普通車は締め切り扱いで乗車できない。ただ、7号車と11号車の間は通り抜けが可能であり、駅停車中でもドアカットといった措置は行われておらず、8から10号車の座席種別表示器では指定席と表示されている。 2017年7月1日から一部の列車で8号車が締め切りから指定席に変更となった。ありがとうございます。